先々週の鈴木武蔵のゴールと聞いて、猫庭さんもしっかりサッカー見てるんだと感心しました。まあそうですね、1週間で8試合ぐらいは多分見てると思います。まあ、FC 東京の試合と、あとは海外の日本人がいるチームの試合は基本的に見てます。あとビッグマッチね、ビッグマッチ。 J リーグはまあ見れる時と見れない時があるんですけど、基本的にハイライトだけは絶対見てるようにしてます。レアルマドリーとかリーガにも逆オファーしてほしい。まあそうですね、今回の動画は結局新しい新作ウィニングイレブン2020が出るまでっていう風に決めてるんですけど、まあレアルとかバルサに行くことをちょっと目標にしたいなって思ってます。本当はバロンドール取りたいなって思ったんですけど、多分間に合わないでしょ、バロンドール取るには。頑張るけどね。スパイクでもムーンウォークできるのがバー確かに確かに確かに、芝生の上でスパイクでどうやってムーンウォークするんですかね。やばくない？筋力。声が生理的に無理。こんばんは、猫ニラです。あまりに弱すぎて現実のリオンから名誉毀損で訴えられるレベル。守備陣が完全にイップスになってて失点癖ついててくさいや本当にちょっとリオンに申し訳ないって思ってます。私もねえ、今どんな気持ち？まあ、マジレスで話すとですね、毎日仕事をして家に帰ってきて、まあ、7時とか8時ぐらいにで動画撮って動画編集して、まあ、夜中の2時とか3時なんですよ。で会社行って帰ってきて動画撮って編集して寝て、会社行って帰ってきて動画撮って編集して寝てって、もうなんなんこれ。はい、前回どうだったんだっけ。そうだ、インテルと引き分けたんだ。だからここは絶対に勝たなければいけない戦いがそこにはあった。で、練習試合かながあってこうあってこうなんですね。はい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 。でマイデータ見るとピンク博士は73に能力が上がってます。博士、そしてセンターフォワードがもうすぐ習得です。習得ですよ、センターフォワード起用もありますからね、バーを。で思ったんですけど、これ装備も変えるんじゃない？ほら972、5000か。だったら1万ぐらい貯めてなんかいいの買った方がいいか、それともこのもう一個この何ですか、このスキルブーストとかポジションを買った方がいいのか、まあこの辺はコメント欄で教えてください。でスタメンだったんだっけ。スタメンでした。行きます。もうしょっぱなから決めてこう、しょっぱなからバーツ。もうリーグ戦もちょっと勝っていかないとまずいんで、いいとこ見したいんで。ゴールランキングも上位に食い込んでるんで、なんかしないけど。いいよ、こういこうか。うわ惜しい、今の見た、惜しいと思った自分では。ないぼ、いいねいいねいいね、これこっちか。はい、ナイスボール、ゴミ先生いったれ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 、抱き合った、ほぼキスしそうな、ほぼキスしそうな距離で今抱き合ってますけど、ゴミス先生と。いやオッケーオッケー、これこういうことだから、こういうこと。ナイスナイスすぎ、オッケー、ないぼ、いいよ、いくぞ、オッケー、ナイス。うわなんでいける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 、ほら、おいおいおいナイス、惜しい。どうだ、いやオッケーオッケーオッケー、はいはい、いいよ、ほらシュート、あーキック、どうだ、ヘッド、うわ来た、ヘディングでか、え、バーじゃないの、バーで決めたと思ったんだけど、ちょリプレイリプレイ、バーでしょ今のは、え、バーでしょ、バーじゃないの、バーだけどバーじゃなかったパターン。いやロリスはいいんだと、いやうわ奪うなってバーのボール、いやマジか、
決めたい俺もゴールしたい俺だってみんなずるい。おいさらに楽になりますよね。はい、自分たちが主導権を握りながらゲーム運びができます。ナイボー完璧完璧ピンクの神様踊ってます。はい、これは長州小力の長州小力のダンス。いや見ました今の、ここのワンツーワントラップ目も完璧で、急に強いけどリオンどうしたの、急に強い。いや、これ左に流してもよかったんですけど、もう無視です、あのやつは。自分で自ら行く。自ら行く。ナイス。いや、何前半で 3-0? やばない？いや、オッケー。いい感じ。いや、これもう1点取って、バーガーマーブ取っちゃおうよ。これもエゴ出してもいいんじゃない、ここら辺で。いやあ博士、いや今日は裏抜かれないな、ディフェンダーが。どうしたんだ。ウルキュフ本日2つのアシストがあります。来た、はい来た、完璧流星の絆。いや完璧でしたよね今のバーの動き、完璧なパス。何が起きたんですか、急に強いけど。めちゃくちゃ強いじゃん急に。さあリオ打てるでしょうか、見事なパス。惜しい。ここ呼ばれましたかね。当たります。いや、バーのこの献身的なディフェンス。OK? ずれた、ずれた。ここで笛です。まあ誰だろう、これはブリアンかな。2点取ってるし、16本打って相手に1本も打たせないの。はい、バーツーです。いや取っちゃったな、パス32回もしてんの、バーすごっ。今までで一番ボコボコにしてやったんじゃないのこれ相手を。なんでだろう急に。よくわかんないんだよな、この差が。はい、だから、ウィーペスいいんだって。マジで。めちゃくちゃ上がるじゃん。キック力とシュート精度。で、練習試合。これ出さなくていいからね。オッケー。わかってる。わかってらっしゃる。監督さん。で、インテル戦。はい。はい、スタメンです。いいよ。1点取ればマジで、あ、オフェンス上がってないこれ。78になったよね。はい、左ウィングですね。え、キーパーロリスじゃないの？大丈夫それ。え？ロリス絶不調なの？まずいんじゃないそれは。73のキーパーは。インテルえぐいからね、ほら。マジでキブ、サムエル、カシューってカフーかこれ、もしかして前気づいてなかったけど。で長友も88やし、でカンビアッソ、ライカールト、でグアリンで、で何なんだっけ、フラースってフリットだっけ、フリットで、でマラドーナにディエゴミリト。はあ、負けねえ。あ、スタジアムちゃんとジュゼッペ目合ってたこれ。いやー、インテルの本拠地に来てしまいました。1点先制点、まず1点入れたらマジで話変わるから。長友へ、長友やめて。うわっうわっ、あーいしょい。いや、こういう位置からマラドーナのキック怖いな。危ねえ。さあ、バー行くよ、これもバーでゴー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 決めろ、おい、はい、よこせ。うわ、シソコいいよ、はい、ボールは渡る。オッケー、ナイスボール。おい、
ナイス、バーにちょうだい。いやライボーだけど、ゴミス決めろ。おい、てめえ、マジで。マジで。らしいですよね。やばい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 。ゾーンだ。当たります。ナイディ。こぼれている。まず。ナイスキー。油。マルガン。え、うますぎない？マラドーナ。はぁ、あ、うますぎるよ。インテルになります。何それ。スルーパスからのゴールでした。ラインギリギリだったでしょう。これは際どかったですね。いや、ゴミス決めねえからだって。ありますよね。タートもうまく広げられないですよね。いや、うますぎるマラドーナ。あぶねえ。まだあるよ。どうだ。ナイス。さあボレー。オッケー、チャンス。ナイボ。オッケー、これマジ決めとこい、ゴミス。決めなかったらもう絶好、友達やめる。お前マジでいい加減にして。いやー、ふぅ、強えなインテル。いや、負けたくない、負けたくない、マジで。ナイボ、リオンとしてはチャンスだよ。弾丸クソ。うわ、アブリル・ラミーン。守備陣、リサンドロ・ロペス、アベンゾ、速いパス回し。いや、打つんかい、お前もうな。マルガン、この試合アシストを記録しています。いや、うわ、あーあーあーあああダメだ。何なんでしょう今のも。これ取れたんじゃないですか、それ手前で。いや、ミリートに2点取られてんのか。さあ、共に選手交代があるようです。ちょっと時間帯考えても、もうちょっと早い交代があったのかなと思うんですけども、監督としては試合を仕掛けないという。いやー、今のも決めていいよ。クリア。オッケー、サイドから、サイドから。さあ、中央へ。いや、惜しい。移動を走る。ナイボ、ちょ、一矢向こうよ。ターンになるのか。取られます。カンビアス、オッケー、ナイス、バーツ。まだ諦めてない男。うわ、いやー、いや、勝てたよ、決めれば。いや、ゴミスだよ、すべてはゴミス。いやー、ダメでしたね。アトレティコがニューカスに勝ち、バルサがユナイテッドに勝ち、レアルがシティに勝ち、スパーズがバレンシアに勝つ、ユベントスが PSG に勝ち、インテルが我々に勝ち、スポルティングがローマに勝ち、アヤックスがベンフィカに勝ちと。はい、夢ついえたり。でこれサンテティエンヌはサンテティエンヌでまだ強えからな。あ、ショートパス精度上がって、ロングパス上がって、プレースキック上がって、カーブ上がった。プレースキック69か。スタミナも上がった。1位でしょって今サンテティエンヌ。普通に強くない？待って、これラルカンってさ、ラーションじゃないのこれ、ひょっとして。だけどで調べたらカミーラもカニーヒアらしい。は？まあ、エリシオ、サンティティエンヌ。もうとんでもね、もうなんか、クラシック選手流行ってんな。まあ、サンティティエンヌに勝てれば、リオン、もう、リオンとしてリオンになれるから。はい。で、ダービーに点を決めてダービー男を名乗りたいんです。お前、さっきやれ、それ！お前さっきやれよ！なんで急に上手いんだよ、そんなに。さっきやれって。オッケーオッケー、まあいいでしょう。ナイボーだね。さあ抜きにかかるか。はい、見せます、バーガードリブルで。ワンツーの形。さあ中へ行く。いやー、マジ？左サイドです。これも超特急見せます。ライン際の魔術師。
僕は走った、まっすぐ、まっすぐ。さあ、上げてくるか、クロスが入る。いやこのボールはグルキフへ、パスは通りません。いや、バーが守備に貢献してるんだよ、最近は。ラカゼト、これは打つ、シュート。あさっきやれお前、それリーグ戦は急に好調になりだしたよな。フェイントでかわす、内部じゃない、いやサイドスルー、うまっ、追いつくんかそれ、追いつくんか。さあ行き先はまだある、危ねえ。サンテティエンヌとしてはボール運びはできてるんですけど、なかなかフィニッシュまでいけないですね。おい、ナイボシュートチャンスだ、完璧でしょバーゾーン、いや完璧だったでしょ、今の一連の流れも全部含めて。すごい、前出せよって思ったけど自分でも。いやロッベンかよ、逆ロッベン、完全に逆ロッベン、これは完璧でしょ。だってほら、さっきやれよ全員これを。はい、中もらって、当てて、こけされた、こけさせられてる。うん、ここで前半終了の笛です。オッケーオッケー、相手一本も打ってないじゃん。リオンが、いやーなんかチャンピオンズリーグで勝ちたかったけどな、なんなら。に差をつけ後半に向かいます。さあ後半すでにキックオフしています。はい、バーのディフェンス、ナイスボール、はい見せた、こかされた、ナイボ、はい見せた、パスがクソ、中央駆け上がっていく、はいナイスボール、完璧、いい飛び出しですね。お前は、しかしこれはファウルではありません。いや、はい完璧、もうちょっと待てって、ナイボ、はい、かわす、取られるあ、チャンスじゃん、いつものやつじゃん、うちのナイキオッケー、完璧、サンデティエの1位相手にこれ、なぜインテル戦でこれができない、バーチャとツマー頭おざまち、何が起きたんですか、うちのチーム急に。なんかリーグも9位に上がってるらしいですよ。ほら。これ EL 圏には持っていけ、いけるな、頑張れば。あ！オッケー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 。ペスじゃないだけ。あ、ナイキ！え、どうなんだこれ。今使ってるやつの方が強いか。うん。74に上がってんじゃん。え？アイテムリスト、スパイク、基本的にこのメーカーものは全部12なんだ。ペスが弱いだけで。ペスが弱いんだな。どれにすれば、カーブのやつの方がいい説あるな。90に下がるのか。あー、なるほどね。そういうことか。まあ、いいか、とりあえずこのままで。で、エビアン戦ですね。はい、スタメン。もう不動じゃん、そろそろ。なんやかんやで不動のピンク博士になってきてる。エビアンはどんなもんだっけ。絶対勝たなあかん、絶対バーゴール取らなあかん。よし、得点ランキングもね、意識していこうよ。それとも非常に堅い入りだなっていう感じがしますね。うまい、なんかバストス、おい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 、あげる、まずい、オッケー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 、
非常にいいディフェンスですね。いやなんか押されてんだけど急に。ボールカットしてますからね。なんでリオンとかに勝てて、リオンじゃねえや、サンテティエンヌとかに勝ててさ、弱いチームに勝てる。ナイボー、完璧こ。丸の内より28歳。打ってる。オーケー、流星の絆。これは完全に流星の絆。もうバーで打ってやろうと思ったけどさ、ゴミを信じた、ゴミを。7ゴール目となります。カウンターを仕掛けていきます。自分で言っても面白いんじゃないですかね。なんかまずくない、どこに出ていくのか。なんかまずくない。ナイス、バーがリメスします。ダメでした、危ない。あ、3本目のコーナーキック、バーに来た。さあナイスボール。ゴミズ2人でサッカーやろうぜ、2人で。さあどうだ、ナイス、いいよ、そこまで運んでくれたらもう私がこうするから。いやダメだ、おお、こぼれてますね。もう一回、おい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 、ここで前半終了です。うん、さあバーゴール決めよう。なんか1対0じゃ危ない気がするこの試合。ありがとう。切り込めるか。何をしているんでしょうか。始まった、始まったか、始まってん。おーしよしよしよし。いやバーがディフェンス頑張ってんだよ。くるきゅう、オッケー。さあ左へ預けて、はいはい、ゴミスに渡る。いやいや俺にくれたら1点取りますけれども。 OK、 一旦下げる。打てるでしょう。うまい、うまい。それやってよ前からもっと。あなたいつもバストさん、あなたいつも右サイドでなんかボールちょろちょろして取られてばっかだったけど、そういうことできるんですね。ナイス。キープ力ありますね。おお、俺だ。ナイボ。はいはいはい。お前出せて俺に。シュート。ダメでした。バーゴールは取れそうもありません。この試合期待してくれた皆さん、すいませんでした。オッケー。急にチームの調子がいい。試合終了です。マオザマッチはまさかの奇跡のバーになったりしませんか。バー、ゴミ使え。いやバーアシストしましたからね。それでもはい、なんか急に調子いいんだよなチームの。何が起きたんでしょう。最初からこういうチームであるはずなんですけどね。うん、はい、代表選ばれました。背番号25かな、また。最初11やったけど、25、最近25にされてんだよね、背番号。代表戦で。トゥールーズもなんか上位にいるから、勝ったら本物だよ、リオン。はい、お金も貯まってます。あ、スタメンじゃないって。ほえー。あ、もうちょっとセンターフォワード。もうあとほんのチコチ。チコチです。トゥールーズ7位。トゥールーズに勝てば EL 圏内見えてくるね、本当に。ベンチスタートなんで、アップ、頑張ります。13.2キロ。出番はいつになりますか？よろしくお願いします。上げてくる！はいはいはい、なんだっすかー！4相手に先制点を。結局かい！いやーい、これはバーがもう後半頭からじゃないですか、この感じは。違うんですか、なぜですか。後半62分、ピンク先生、ピンク博士の出番です。はい、ナイスボール。さあボールへ抜けてくる。マイナス、レメイエル。いや今のは俺でよかったんじゃないの、クロスじゃなくてさ。
いや、ナイスボールなんですよ、サイクロドから、合わない。さあ、スペースを狙う、チャンスですよ、ボールつながります。何なんでしょうか、何なんですか、決定的なゴールになるのか、何なんでしょう、これは。名物飛び出たわ、今日も。ダメダメです、結局全然強くなったと思ったけども勘違いでした。2対0、はい、リオ沈みました。まあスタメンで使わねえからだろ俺を。分かりきってるよ結果は。はい、え、急にまた干されてんだけど、なんでですか。あ、ポジション獲得だって来ましたね。センターフォワードも覚えました、ありがとうございます。これは話変わったんじゃない。さあ、とりあえずあれですね、アイテム装備変えて、エキストラポジション、これはもういらないと。ミニゴールにしよう。で、モンペリエ、ここであれしよう。またベンチの可能性あるけどね、なんか急に干されたんで。はい、スタメンでした。何なんだろう、急に干したり干さなかったり。モンペリア15位、でも結構強いな。バーゴール出します。ばあちゃん、ここでバーゴールをやって監督を見返してやろう。クリアします。くるくる、うまいね、リサンドロ、うまいね。ボイタ、ブリア、いや素晴らしいよね。はい、完璧なパス。さあ前向きます、ボックス中に入っていく。お前マッチアップ、うまい。これどうする、効果打てるか。いやー、ナイスオッケーオッケー、バーがいる方が確実にチャンスになるけどね。今のバーが奪い返して、ナイス。さあ、リオ、戻して、これはシュートレンジ。いや、決めんの、そっから私に横パスじゃないんです、決めるんです、そっから。まあ、バーから始まってますけどね、今のも。これはキーパー届きません。決めるんです。さあ、リオ、ナイス、来た。これはもう抜け出すでしょ。いやー、リズムがいいです。オッケーオッケーオッケー、前半終了、2-0。バーがスタメンに出るとこうなるんですよ。バーゴール、バーゴール見せよう。まあリードしてる方としては後半非常に楽になりましたね。ただまだ45分、うわ、なんで、何それ、何人かわされた今。最後はキーパーかわされ、かわされ、かわされ、いやー、何なんでしょうか。ナイス、はい、これはもう俺、そう、いやードリブルでかすぎ問題発生したドリブルでかすぎ問題出ちゃったな。ナイス、ハットトリック、ハットトリックかよ、マジで。いや、バーゴン、バーも決めたい、バーも繋がります。あ、やばい、名物、うん、出た、名物。よし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 、オッケー、ずれてんな。ブリア、ナイボ、来た、これ切り返して、よっしゃー、
オッケーお尻フリフリいやすっきりしたよかったよかったよかったナイスシューだね左足でナイスシューだねお尻フリフリの時の後頭部これもうでも左足でこのシュート打てんだったらもう ねえロッペ右も右やってもいいかもしれないね右ウィングいやよかった1点取れて嬉しいさあこれはリオンのカウンターになるのかいやあるでしょ打つんかいバーのボールロストからバーのボールロストから一発でやられましたなぜでしょうかバーのせいですもう一点取るもんじゃあバーがえまあいいでしょう勝ったからワンチャンバーってことないこれマウザマッチだよね。そりゃそうだよね。ハートトリックだもん。いやー、オッケーオッケー。まあ、オッケー。いいでしょう。勝ったなら、いいでしょう。あ、レフトウィングで復活した。なんだったの?押されたやつは。で、次回は代表戦からのスタートです。ベンチスタートか。代表はやっぱ定着できないな、まだ。25番だ、やっぱり。まあ、背番号コロコロ変えてくれた方が鬼嫁にも見つからないと思うんで、OK です。でもセンターフォワードの、ね、あれゲットしたから、あれじゃないですかこれは。センターフォワード起用あるんじゃないですかアルジェリア強えな。普通に強いね。ペグに。で、大会情報を見ましょう。チャンピオンズリーグ、負けてしまいました。つれえ。インテルに、畜生。で、準々決勝どの点、スポルティングがアヤックスに勝って、ユーベがスパーズに勝って、インテル、レアルに勝って、インテル強いんだよ、やっぱり。で、バルサがアトレチコに勝ってると。で、ユベントスとスポルティング、インテルとバルサ。なるほどね。これでインテルがバルサに勝とうもんなら、これもやっぱインテル最強だった説ありますからね、これ。で、リーグアンの方ですね。リーグアンの方は9位まではなんとか上がってきてるけど、EL 圏入れなさそうだな。ゴールランキング、バーチャトス12ゴール。おぉ?なかなかやるじゃないか。バーチャット。3位です、3位。アシストは結構してるよね、アシストね。まあ、でもグルキュー8なんだ。バー2はしてないんか、あんまり。スケジュール見ると、代表親善試合があって、マルセイユがあって、で、チェスカモスクワと練習試合があって、だからあと何試合 ?1、2、3、4、5、6。あ、公式戦あと6試合か。じゃあ、自治会はもうガナーズにいるってことですか、私は。はーで皆さん、お伝えしましたけれども、今ね、装備、センターフォワードの、これ、エギストラボエーション、習得したんで、今のところ装備はミニゴールドこれになってます。この後、もう一回、ポジションをゲットするのか、それともですね、こういう、何?トレーニング系、もしくはこう高いやつのために貯めるのか、スキルブーストで何かのスキルをゲットした方がいいのか。皆さんのご意見をお聞かせください。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。バーチャットは、フランスでの残り少ない日々。全力で彼女作りに専念しています。応援してください。ありがとうございました。さよなら。